スハニ6清水沢にて三軸ボギー台車と床下のトラスバーが見えるスハニ6等の保存車両南大夕張駅あとスハニ6車内客車内のダルマストーブ三菱大夕張鉄道三菱石炭工業大夕張鉄道スハニ1形式スハニ6はかつて三菱石炭工業大夕張鉄道線で使用されていた客車である九百十三年鉄道井大宮工場で 2等、食堂号作りの木造三軸ボギー客車おろし9216として製造された。明治末期から大正中期にかけて製造された、鉄道員基本計客車のグループに属する20メートル級の大型車である。当初は長距離優等列車向けに用いられ、その後、経年によって3等、荷物、合わせ作り車の素波に19114へ、格下げ改造された。 1951年に国鉄からの払い下げで三菱工業美梅鉄道線に入線。1954年鉄道共和工業で交代化された。交代化後は同時期の国鉄60系古対価客車に類似した反抗性切り詰ま型の車体構造となり、車内についても類似のせずりが木製のクロスシートを並べた簡素な客室となった。しかし、 国鉄工大貨客車のような大枠の分解、拡幅補強工事は、工数がかかることから行われず、木造車時代の大枠補強用のトラスバーを残したまま、大枠両側張りの外側から支えを張り出させて、国鉄工大貨車並みの幅広、車体を簡易に作っている。台車も木造車時代からの三軸ボギー式、TR70 型が引き続き流用され、大枠から下の構造は、 木造車時代の姿をよく残していた。1967年に、同じく三菱系の大夕張鉄道線に移籍し、道線の廃止まで旅客輸送に用いられた。沿線住民の貴重な足として活躍したほか、一般営業用の客車としては、日本最後の三軸ボギー客車となり、また冬期観客車暖房に石炭ストーブが積まれることなどから、鉄道ファンの人気も高かった。 1987年の廃車後、南大夕張駅跡に置かれ、おは一などと共に、夕張市に寄贈されたが、管理もされず、荒廃状態にあった。1999年に、三菱大夕張鉄道保存会が発足し、修復、整備された木は、内部が公開されている。また、空地の炭鉱関連施設と生活文化として2001年に、 北海道遺産として指定されたのに加え、二千七年十一月三十日には、経済産業省より近代化産業遺産として認定された。鉄道図書館公開鉄道ピクトリアル、私鉄車両巡り、第二分九百六十二年二月号ナンバー二十八鉄道図書館公開鉄道ピクトリアル九百七十一年十二月、臨時増刊ナンバー二百五十九 ありがとうございます。